はい。社会データ構造化センター長の前田でございます。はい。センターの、概要につきましては、ホームページ等で、ご覧いただければというふうに思います。今年度の活動に絞って、今日はお話をさせ、あ、比較的焦点を絞って、お話しさせていただきたいと思います。今年度、実はホームページを少し刷新しまして、従来のものより見栄えが良くなればというようなこともございます。また、ちょっと、懸案になっておりました、英語版の作成というのも、未完部分もあるんですけれども、進みまして、先ほど、門倉センター長から紹介がございました、クール先生のアドバイスをいただいたときには、まだできていなかったんですけれども、年度の後半になりまして、立ち上げることができました。本センターはですね、社会分野でのデータの共有の支援を行う、データ共有型の支援のセンターということになっておりまして、3つの事業といいますか、グループで活動しているというような形になっております。社会調査関連事業を行うグループ、公的ミクロデータに関連した事業を行うグループ、そしてソーシャルビッグデータに関連する事業を行っているグループの3つでございますけれども、上の2つが主に統計する研究所は、あるいは DS 棟の中にそのものに本体を置いている、活動拠点を置いており、ソーシャルビッグデータグループは、国立大学研究所内に活動拠点を置いているといった課題になって、グループになっていますが、当然、共通の課題も出てきます。特に社会データをめぐる、コンプライアンスということについては、課題を共有しながら活動しているといった状況です。まず、社会調査関連グループについて、活動を少しご紹介させていただきたいと思います。このような、各種社会調査データの整備と公開や、全国調査共同ネット、共同調査ネットワーク形成と共同調査の実施といったことを、旗頭に活動しておりますけれども、例えば各種社会調査データの整備と公開ということに関しましては、統計数理研究所から継承した社会調査のデータの公開というのを進めることを一つのタスクとしておりまして、今年度、その帰宅や利用に関する帰宅というのは、データを提供する側が、この本センターにデータを預ける際の規定、それから、利用というのは、研究者側がそのデータを利用するために、申請する際の規定というのを整理しまして、年度内に、後者の意識の国際比較調査プロジェクトというものの中から、比較的大きなデータセット2つを公開する予定になっております。2月中に公開できるかなというふうに考えております。また、本センターは社会調査のデータそのものというよりも、社会調査ライフサイクルというような、より大きなプロセスにまたわる研究支援活動も行っておりまして、その代表的な例として、専修大学の社会知性研究開発センターとの、MOU に基づく活動などがございます。特にそのセンターの中のソーシャルウェルビーイング研究拠点、島根克美先生が代表を務められている、研究拠点ですけれども、そちらとの、相互の、研究交流を進めているということでございます。過去3年、数年度にわたって協力してきたことが、一つの、なんて言いますか、成果として結びつきまして、同研究拠点が、日本学術振興会の研究拠点共生事業のアジア・アフリカ学術基盤規制型というものに採択されて、国際共同研究を行うことになっております。なりました。特に明後、しあさってですか、2月5日に、共催にて国際シンポジウムを開催する運びとなっております。もし、ご興味があれば、センターのホームページから登録いただき、ご参加いただければと思います。また、共同型の調査を通じた研究成果というのは、比較的着実に出ておりまして、名古屋大学の先生と、センターの教員が、特任教員が、共同で活動した成果というのが、今年度、比較的インパクトファクターの高いサイエンステクノロジー&ヒューマンバリューズという、ジャーナルに採択されまして、ユーレックアラートなどでプレスリリースさせていただきました。筆頭著者は、本センターの加藤直子特任准教授です。このデータも、将来的には、こういう比較的、なんていうんでしょうか、性質がよく分かった変質保証付きのデータとして、研究者の間で共有するためのデータとして活用させていただく所存です。また、2023年の少し新しい試みとして、2つのことを始めたということがございますけれども、それ一つは社会調査資料のアーカイブのプロジェクトということでございます。比較的歴史的な社会調査関連の資料をアーカイブ化するというようなことがございまして、これは関連機関との連携も重要で、国立国庫研究所などとも連携して活動させていただいていて、9月に共同利用セミナーを開催したというようなことがございます。
また、今年度、共同型の調査の、まあ、一つの新しい形として連携調査というものを、試みに始めております。これを第4期の目標の中で規定しているようなことでございまして、大学の研究者に相互に乗り入れた調査企画への参加を呼び入れかけているといったところでございます。2番目の公的ミクロデータグループです。こちらはですね、いくつかのプロジェクト走らせておりますけれども、特に上の2つ、ミクロデータセキュリティプロジェクトと公的統計の利用推進プロジェクトというのが、まあ、1つ大きな目玉になってきております。もちろん4番目の、EVPN プロジェクトなどもこれに関連するところなんですけれども、この2つについて、主に今日について、本日についてはコンソーシアムによる活動というのをご紹介したいと思います。コンソーシアムは、当機構長、あの、本機、本機機構の機構長、藤井良一機構長をトップに、しております。研究のコンソーシアム組織でございまして、様々な関係、公的ミクロデータの利用に関連する研究、あるいはデータのを提供していただく各局との研究の推進を目的に、設立されたコンソーシアムでございまして、年1回のチュートリアル、シンポジウムや、ホームページによる情報提供、あるいはニュースレターの発行等を行っている組織ですけれども、こちらを事務局として支えているということでございます。例えばニュースレターは昨年の12月に第2号を発行したというようなことがございます。このグループの今年度の、まあ、特筆すべき活動として、まあ、あの、あ、失礼しました。これは、オンサイト施設というものが、本年度に限らず、DS 棟の中にオンサイト利用施設というのが、オンサイト施設というのを開設しておりまして、こちらでは研究者が、直接この施設に、来所して、非常に取得性の高いような公的な、統計データを探索型の分析を行うことができ、必要によって取得審査を経た上で、分析結果を持ち帰ることができるというようなシステムでございますけれども、これの、まあ、運用を行っているというのが、本グループの重要なタスクの一つになっております。このオンサイト施設の、例えば2022年の利用状況、このところコロナのパンデミックで少し利用が定常だったものが、件数等も少し増えまして、昨年度に比べて約10件ほど増えたんでしょうか。まあ、やや制限から回復傾向にあるというような状況になりまして、ますますオンサイト解析室の今後の利用の推進が望まれるところということになっております。また、2023年度にはコンソーシアムとの共催イベントを選択しても開催しまして、11月25日にシンポジウム、129名の参加があり、盛況でした。また、今年度少し新しい試みとして、チュートリアル的な活動を少し、増やしまして、チュートリアル、あるいは、講習会と呼んでいる部分では、ハンズオンの演習を伴うような、疑似データを用いた、実際の演習も含んだ、チュートリアル講習会を開催するということがございました。最後に、ソーシャルビッグデータグループですけれども、こちらは共同利用データの管理方法及びプラットフォームの整備ということ、あるいは実社会データ共有基盤の開発ということを行っております。まあ、様々な社会の分野でのデータの共有に関して、まあ、いろいろな、守るべきコンプライアンスというものがございますけれども、そのようなコンプライアンスに準拠したデータの帰宅や共有を、まあ、意識したプラットフォームを作成することが目標になっておりまして、まあ、十分開発できたという段階でまだないとは言えながらも、本格運用に向けた準備がほぼ整いまして、いろいろな環境が整いました。これは実際にログインした画面で、ちょっと細かくて見えないかと思いますけれども、実際私がログインした画面で、こちらで見られる内容というのが今出ているんですけれども、帰宅されている資料類がどのような範囲で共有されるかというものを指定して見ることができるような形になっているシステムでございます。他に、まあ、社会実機教育基盤の開発等の活動もあるんですけれども、そちらについては別の機会にご紹介させていただければと思います。なお、本センターとしては、共同研究、ロイス DS ジョイントについては今年度9件お受けしておりまして、その中の2件は国際共同研究といってもいいような活動になっております。なお、本センターの活動につきましては、3月9日の1ヶ月後でしょうか、社会データ構造化シンポジウム第7回というものを開催しまして、活動報告を行い、また、後半のセクションではチュートリアルディスカッションのセクションで、社会データの取得と共有に関わるコンプライアンスリスクマネジメントについてお話をイベントを開催していただく予定です。ご清聴ありがとうございました。